9月13日午後11時、こんにちは、エケです。最近は今も使っているキヤノンの EOS M6 のこのカメラを Vlog 用に使っていっているわけなんですけれども、なかなか画質が安定しないというか、ちょっと思い描いているようななんかいい感じの映像にならなくて、今試行錯誤しているわけなんですけれども、まずは露出ですね。露出も、自分の中でどれぐらいの露出がいいのかがもう完全にわからなくなってしまっているので、当面は露出に関しては、プラスマイナスゼロでいっぱい撮っていかないと、このどうしたらこう暗い方がいいのか明るい方がいいのか、それ自体がもう全くわからない状態になってしまっているので、とりあえずはもうプラスマイナスゼロで固定してしばらく撮っていこうかなと思ってます。これをだいたい、そうですね、10本以上撮ればなんとなくどんな感じで明るさ、暗い方が好みなのか明るい方が好みなのか、そういうのも分かってくると思うので、まずはこの露出ですね。露出はもう完全にプラスマイナスゼロから始めたいと思います。で、ただこのカメラの機能として、例えばシャッタースピード優先でビデオを撮るっていうのがこのミラーレスのカメラできませんので、キヤノンの KIS X9 とかは一応できるんですよね。あっちのカメラだと電源ボタンのところがオン・オフ・ビデオという3種類の、スイッチになってまして、ビデオモードにした上でこのシャッタースピードとかプログラムオートとかそういったものがいじれるんですけれども、この EOS の M6 の場合は電源は当然オン・オフだけになってまして、でモードの切り替えのところですね、プログラムオートとかシャッタースピード優先とか絞り優先とか、そういったダイヤルがあるんですけれども、そこにビデオモードっていうのが入っちゃってるんですね。ですのでビデオモードにすると基本的にはシャッタースピード優先とか絞り優先っていうことがこのミラーレスのカメラできないですね。でビデオモードにするとできるのは、完全なオートか、マニュアルかというふうな、2択になってしまいます。一応もう一つタイムラプス動画っていうのも撮れるんですけれども、基本的にはちょっと Vlog 用のものとはちょっと違ってくるので、ここでは割愛して、基本的に撮れるモードとして完全にオートにするかマニュアルで撮るかという形になります。マニュアルで撮る場合はシャッタースピードと絞りと ISO 感度が、この3つが基本的にいじれるんですけれども、その中でオートができるのが ISO 感度、ISO 感度だけになってしまいます。なので、とりあえず ISO はオートにして、 ISO をオートにすると100から6400の間でオートになるみたいです。で、その状態でシャッタースピードを、例えば今ですと125分の1とかそういった形で撮影して、この今は部屋の中だからいいと思うんですけれども、例えば外になったりとか室内になったりとか、撮影場所がコロコロ変わるときに、ちょっとした調整で撮り続けられるようにしたいと思ってます。あとはそうですね、なかなかこの部屋撮りもそうなんですけれども、この部屋撮りの時は LED ライトを2灯、こことここ、前はちょっと違う位置にあったんですけれども、今日はちょっと位置を変えてこの辺りとあの辺りに LED ライトを置いてます。で、LED ライトも前は最大で焚いてたんですけれども、今日はちょっと調整して焚いてます。もうこれぐらい、柔らかい光になれば、この強い光だとやっぱ影が強く出ちゃったりするので、そういうのがないように今日はちょっと LED 照明の方も調整してみました。とはいえ、いろいろ新しいカメラを買ってからなかなかうまく撮影できていないので、これからももっともっと精進して撮影に臨みたいと思います。このカメラを使って、今週末ちょっと旅行に行こうと思っているので、その中でどんぐらい撮れるかっていうのもちょっとテストしたいと思います。今日のところは以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。以上、エケでした。ではでは。